シア軍団はですね、まあ、だいぶ緩んでるし、ポンコツになってるっていう話でね、まあ、いくつか、現場猫、事案を皆さんにちょっと共有したいんですけど、これテレ朝ニュースね、ロシア訓練中にミグ31戦闘機が炎上し、墜落、訓練飛行中にトラブルかということで、この間ね、爆弾を間違えてね、自国領内に落としてしまうというね、まあ、大変情けないことをやってしまったこのロシアなんですが、今度はですね、まあ、訓練中のミグ、31がね、炎上して墜落ということで、これはね、撮影した人によるとね、ロシア北東部のムンバルスク州ですね、ミグ31にですね、トラブルが発生して、そのまま墜落と。で、乗員2人は墜落前に自力で脱出して、救助隊によって保護されたんですが、炎上した機体は湖へ墜落ということで、たるんでるなぁと、いうことですよね。緩みまくってるなぁと。まあ、こんなことがですね、結構ロシアでは今、まあ、起こりまくっていると。武器も足らないしね、本当に素人が前線に出ているみたいなね、そんな状況になっていると。まあ、これで、ウクライナもね、反転攻勢に押し返すことなんてできるかっていうとね、結構厳しいんじゃないかなと、私は思うんですよね。で、さらにね、これ、ニュースウィークの報道なんですけれども、それだけじゃないと。ね、ロシア国内で軍用機の墜落が続発していると。ロシア空軍、戦争どころではない状況なのではないかというね、これはまあ結構厳しい指摘なんですけどね、これが上がっています。で、まあ、ミグ31がね、これちょっと前の記事だな。去年の12月の記事なんですけれども、去年の12月にそのミグ31が落ちてるんですが、まあ、それ以外にもですね、いっぱい落ちてますよということです。問題は何かといえばね、なんでこういうこと起こるかって、ここは結構大事なんですけど、記事このまま読みますね。これだけ軍用機の墜落が続く理由は、イギリス国防省によるとですね、ロシア空軍は十分な数の乗員を派遣して、ウクライナ侵攻を空から支援することにも苦労していると。さらに空軍の任務を遂行するためには、今では民間軍事会社のワグナーグループの契約社員として働いている退役軍人に頼らざるを得ない状況ということです。で、その最大便はね、初戦で、結構たくさん撃墜されてですね、飛行機がね。まあ、訓練するベテランパイロットがいないということなんです。端的に言うとね。この記事続きありましてね、バルト安全保障財団の軍事アナリスト、グレン・グラント氏はですね、このように言ってます。問題はパイロットよりもメンテナンスにあると思うが、パイロットたちも十分な訓練を受けてないと思われる。戦争が始まる以前、パイロットたちが受けていた訓練は最小限と言えるものだったと。ね、もちろんロシアにも優秀なパイロットはいる。シリアに派遣された人たちだと。まあ、このようにグラントさんは言うんですが、だが、そのグラントさん曰くですね、そのうち多くがウクライナで撃墜されてしまったと考えている。そのため、今では熟練した技術を持つ者は多くないだろう。最大の問題はロシア軍がメンテナンスに無頓着であることだと。そうか、メンテ無頓着なのか、危ねえな、これな。システム全体が劣化していると。彼らは迅速なトレーニングプログラムを作成するために変更を施すことが苦手なのだということで、辛辣なですね、批判をね、されているということです。まあ基本的にですね、ロシア軍がね、この次々と墜落する、謎というのはですね、やっぱそのメンテ不足ね、そして訓練不足というところに集約されると。で、これは先ほどね、12万人今から新しく動員してもさ、ほとんど意味ないぜってプロが言ったでしょ。あれとほとんど同じです。原因同じです。要は戦争できるようなですね、体制に国内がなってないんですが、まあ、プーチンに引きずられて無理やり戦争しているということです。ちなみにですね、初戦においてね、ロシア軍ボコボコにやられてるというのはですね、なんと動画がですね、公開されました。例のホストメル空港のね、攻防戦のね、動画がですね、なんかまとめのドキュメンタリーみたいなね、 YouTube で上がるらしいんですよ。で、この連休にね、ちょっと見てみようかと思うんですけど、まあ日本語字幕ついてないんでね、まあおそらく英語で見ることになると思うんですけど、これ一応まあそのダイジェストのとこね、読んだんですけれども、どうもですね、やっぱあそこ行った時も飛んできたヘリコプターがね、バンバン撃墜されてるらしいんですね。スティンガーでね、スティンガーミサイルでもバンバン落とされて、ロシアの発表だとガーッと空港に行ったらすぐ着陸できたみたいなね、感じの発表だったんだけど、ロシアのニュースはね、実は全然違って、もうなんか何回も旋回してですね、下の状況が落ち着くまでですね、なかなか着陸ができなかったということらしいんですね。で、飛んでる間ももう下からバンバン狙われて、かなりの数やられちゃったみたいなんですよね。この初戦のですね、まあそのいい加減な作戦計画が、まあ結局後々尾を引いてですね、まあ今訓練不足で飛行機を落ちまくり、ね、さらに言うとワグネルに働いてるのはもう退役軍人ですよね。こういう人たちの力を借りないと、まあその航空支援自体もできなくなってると、まあいうことで、まあこの後ですね、まあどこまでロシアが我慢できるかということなんですが、まあウクライナね、動きありますからね、ドニプロ川のね、東岸とかね、まあバフムトでもちょっと動きあるし、まあ他にもいろいろあるんですけど、ちょっと言わないでおりますけども、まあこの後ね、英霊のシーズンが終わって、地面が乾いてきたら、何かすごいことが起こるんじゃないかなと、そんな予感でございます。ウクライナに栄光あれと、いうことで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!